たまりませんよ。これたまんないな、たまんない車ですよ。福日アジ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。オーラニスモ大好きです、案内人の M です。ということで、本日持ってきたのがこちらの車、日産のオーラの中でもスポーティーグレードとして登場しておりますオーラニスモ。もう皆様にもおなじみの車となっているかもしれないんですが、私このオーラニスモ大好きなんですね。でオーラニスモなんですけれど、大好きと言っておきながらここ1年ぐらい乗ってなかったなと思いましたので、今日ですねちょっとダブルさんはいないんですけれど、私福島県のいわき市の方に行く用事がございましたので、このオーラニスモに乗って改めてこの走り、そして燃費を、主に高速道路の区間の中で体感する、それだけの動画となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ではオーラニスモ車内に乗り込みました。いろいろお話ししたいところ山々なんですけれども、時間が押しているので、早速ですね燃費計をリセットしまして、走りながらいろいろご説明をしていきたいなと思います。はい、ではドライブコンピューターですね、ドライブ情報1と2とございますので、こちら燃費情報1の方とそして2両方リセットさせていただきますと。はい、こちらでドライブ情報1にリセットしました。で、走る前なんですけど、オーラニスモといえばこれですね、赤いシートベルト最高ですね。同じニスモシリーズの中でもこのオーラニスモのように赤いシートベルトを持ってる車種ってないんですよね。あー、 GTR ニスモはどうだったろう、 Z ニスモは確か違うんですよね。まあそんなことも話しながらですね走っていきたいなと思います。はい、それでこのオーラニスモですね、走行モード、まあ、通常のオーラと同じようにエコスタンダードとあって、一番、まあ、上と言っていいんですかね、あの一番スポーティーな走りをするモードが通常はスポーツモードになるんですけれど、これがニスモだとニスモモードになるということで、今日の試乗の中でもニスモモードの加速とかも試したいなと思ってるんですが、まずはエコモードでいきます。でこれも通常のオーラと同様なんですが、エコモードで走行する場合は自動的に E ペダルが有効となります。E ペダルというのは日産の走行支援技術の一つで、アクセルペダル1本で加速はもちろん、アクセルを弱めることによってブレーキングができる、そしてクリープ走行ぐらいの速度までしっかり速度を落とすことができますよ、最後に止まるときだけはブレーキペダルを踏んでくださいねという、この機能となっておりますね。こちらがニスモの場合はエコモードとニスモモードでは有効となっております。いや久しぶりのニスモの試乗ですね。でもう福島市内ですね、あのほぼほぼ冬の模様となっておりまして、積雪はですね市内はまだしてないんですけれども、気温は今日8度、まだあったかい方ですかね。でということでスタッドレスタイヤを履いての、走行レビューだというところだけは事前にお伝えをしておきます。どうしてもですね、スタッドレスタイヤを履いた方が燃費が悪く出がちだけど、ニスモの場合どうだろう。ニスモですと標準でですねスポーツ仕様のタイヤを履いているというのもありますので、スポーツタイヤとスタッドレスタイヤってどっちが燃費悪いんだろう、ちょっとそこの検証はですねごめんなさい、したことがないんですけれども、どうでしょうね。まあまあまあ、ということで標準のタイヤではないよというところなので、まあ、スポーツタイヤじゃない、ニスモ標準のタイヤではないというところで、走行性能は若干落ちているというところも踏まえていただきたいなと思います。まあ今日走るのほとんど市街地と高速道路なので、スポーツタイヤならではのグリップ力みたいなのはそこまで感じるところではないかなとは思うんですが、まあちょっと走ってみてですね、また印象とかお話ししようかと思います。でこのオーラニスモですね、以前にもこう試乗走行レビューなどさせていただいた時にですねお伝えしてるんですけれど、このエコ、スタンダード、ニスモ3つのモードあります。でこのエコモードですらニスモの調整が入っているということで、各モードの走行をですね標準のオーラと比べると、エコモードでも標準オーラのスポーツに近い走りだと、まあそんなところなんですよ。なので今エコで走ってますけど、アクセル踏んだ時のレスポンスとか普通にいいんですよね。この辺がもう乗ってるだけで私これ楽しくなっちゃうんですけど、同じ車でありながらですね性格が
まあ、変わるというよりは本当グッとスポーツカーになる。オーラ、標準のオーラも割とスポーティーな走りなんですよ。割とというか結構スポーティーな走りなんですよ。でもさすがニスボだなという、そんな感想ですね、いつも感じます。あとエネルギーモニターを見ながらちょっと走ろうかなと思うんですけれど、まあニスモは通常のオーラと比べると、エンジンがかかるシーンっていうのは多くなるかなというところはありますね。今、まあ、走り出してまだエンジン冷えてる状態だからっていうのもちょっとあるかもしれませんけれど、まあ、この先ですね、高速道路走るシーンなどではよりパワー使えますので、かなり高頻度にエンジン回るんじゃないかなと思います。まあ、Eパワーということでこのエンジン自体は発電専用のものにはなりますが、ニスモはある程度バッテリーの残量を維持するような、制御をしていると思います。エコモードだとそこまでじゃないのかな。ニスモモードにするとですね、確実にこうドライバーの意図した瞬間にグッと加速に応えられるように、バッテリー残量を一定以上切らさないような、そういう制御をしてくれています。あと久しぶりのこのニスモ試乗というところで、私も話したくなることいっぱいあるんですけれど、あとこのステアリングですね、ステアリングを握った時に、まあ、ニスモということですね、専用の仕様になってます。赤いセンターマーカーが入っているだけではなくって、左右ですね、この通常握るここの位置がバックスキン調の素材となっておりまして、そういったところもですね、しっかりグリップして握れるみたいな、そういうところも いいなあ。でもどうでしょうね、なんか握りやすい一方でこっちの方がなんかステアリング少し細く感じる部分もあるような、どうでしょうね、これ私の感覚的な話にはなるんですけれど、握り込みが深くなるのかな、少し細く感じる時もありますが、まあ、他の車種もそうなんですけれど、よく言う10時2時のあたりというんです、言うんですかね、まあ、ここが少し太くなってますので、こういったところでちょっと太めに握るということもできるようになっています。そして今日ですね、もうスタートがもう間もなく4時になろうかというところで、どん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 暗くなっていくんですけど、今日の試乗ほとんど私暗い中で淡々と喋る動画になってしまいそうですね。さらに見てください、雨降ってきてるんですよ。ちょっとこれから向かういわきでですね、外うろうろ歩く必要があるんですけれど、雨降ってないといいな。では高速道路に入ります。ここでドライブ情報の2もリセットしちゃいましょうか。シンプルに、この高速道路の区間だけ、そしてあとドライブモードをニスモに変えたいと思います。はい、では ETC ゲートをくぐったところでリセットしましょうか。はい、ではここでドライブ情報2をリセットと、させていただきました。ニスモモードにしただけで本当にめちゃくちゃアクセルレスポンスが上がるんですよ。もうちょっと踏むだけで前に出たいぞっていう感じが伝わってきます。まだ加速レンジありませんので、ここをこらえましょう。はい、では合流です。加速いたします。おー、あー、おー、いいじゃないですか。はい、ちょっと先行がトラックだったので少しスピード乗せきれなかったんですけれど、いやそれでも、いや、まあ、これ笑っちゃうな。高速です、高速道路ですよ、ここ高速道路なんですけども、高速走行してるはずなのに、さらにアクセルちょっと踏んだ時のこの加速ですよね。鋭い加速が高速道路の速度域でも存分に感じられるんですよ。どうしても今80キロの速度規制も雨のせいでかかってしまってるので、いやちょっとゆっくりめの、高速道路市場となっているのが本当もったいないな。まあ、いわき市までですね、ちょっと運転も楽しみながら走っていきたいなと思います。でもう高速道路に乗ってしまいましたので、ここからいわき市まではずっと高速道路です。このまま東北道を走っていって、で郡山ジャンクションでいわき方面に向かっていくという、本当ずっと高速道路だねっていう、そんなコースになりますけれど、まあどうしようかな、一回スポーツモードで手動で走ってみてもいいかな。行きは
自分の運転、帰りはプロパイロットにお任せみたいな、そんなコースで行ってみてもいいかもしれません。もう中間加速が抜群にいい。もちろん初速もいいんですけれど、このスピードに乗った上でアクセルちょん踏みでグッと前に出るっていうのは、まあ、Eパワーだから、モーター駆動の車だからっていうのももちろんですけれど、やっぱりそこにニスモらしいスポーティーマインドを感じるっていう、たまりませんよ。はい、でこう、うわー、こういうレーンチェンジも、これコンパクトカー、一応コンパクトカーなんですよ、このオーラニスも。でもコンパクトカーに乗っているような感覚のレーンチェンジじゃないんですよね、全然違う。でこれ標準のオーラと比べてもよりその感覚強くて、何かってやっぱりスポーツカーなんですよね。スッとレーンを変えた時のビタッと感、80キロで走ってスッとレーンを変えた時に全くブレない、ふわっといかないんですよね。ビタビタッとレーンを変えてくれる、これたまんないな。この速度域だからっていうのもあるかもしれませんけれど、例えば Z とかフェラディ Z とかに乗っている時もやっぱりレーンを変えた時のフィーリングって、当然ですけれどそのスポーツカーの動きをしてくれるんですよね。それが同じような感覚がこのオーラニスモで感じ取ることできるんですよ。もう私オーラニスモ大好きって公言してしまってるので、オーラニスモめちゃめちゃ褒めますけれど、逆にじゃあここがちょっとうんみたいなところも、もし今回の試乗で感じたら素直にお話はしたいなと思います。はい、もう一回レーンチェンジ。いやースイッといくんだよな。ステアリングの応答性みたいのはベースのオーラと変わってない気がする。いや変わってないはずなんですけれど、だというのに切った時の応答がよく感じるっていうのは、その辺がニスモの足回りのなせる技なんでしょうね。でなんなら今回スタッドレスタイヤ履いてるので、ちょっとこうよれ感みたいのが見えてもいいはずなんですけれど、そういうところもほとんどないかな。いやかといってなんかこうガチガチの足回りで硬いステアリングフィールでこうしっかりハンドル握ってないと、なんかこう思わぬ動きをしてしまいそうとか、そういう感覚も全然ないですし、扱いやすい、本当に扱いやすい上で、でもスポーツカーの感覚をしっかり感じられる。私ここまで何やってたって、高速道路の合流加速をしたで、あとレーンチェンジしてるだけなんですけどね。それだけなのにこんなに、あ、スポーツカーだなって思えるんだから、いやこれ走りが好きな方たまんない車ですよ。はい、ではまだまだしばらくですね、この調子で東北道走っていきます。しばらくですね、このオーラニスモの走り味わいながら行きたいなと思います。はい、では間もなく、郡山ジャンクションですね。こちらジャンクション入っていわき方面に行くんですが、そうですね、ジャンクション手前で、ここまでの燃費のご報告をしようかなと思います。はい、郡山ジャンクションまで残り 500m、 ここまでですね、まず高速道路だけの燃費、福島西インターチェンジから、の入りまして 32.6km 走行、平均燃費がおーリッター 19.2km ですね。思ったより悪くないですね。ここまでずっとニスモモードで私自分で運転をしてきました。でプラスコンディションとしては、スタッドレスタイヤを履いているし、路面がウェット濡れてる時も燃費はちょっと落ちがちです。さらに福島市からここ郡山市まで標高として約 200m 上がってますので、燃費的にはかなり苦しい区間だったんですけれど、リッター 19.5km、ニスモでニスモモードで走ったからといってなんか極端に燃費落ちるなっていうわけでもなかったですね。ではここからですね、いわき方面に向かって走っていくわけなんですけれど、どうしますかね、ちょっと走行モード、ここまでちょっとニスモモードで
の正直言ってニスモモードの走りって普通にあの高速道路とかを一定速度で走り続けるにはピーキーな部分ありますので、じゃあ合流したらあとエコモードに切り替えて走ってみましょうか。ニスモモードにするとちょぶみぐらい、ライトの形状だけで分かるぐらい綺麗に映るんですよね。対向車両側がパッと暗くなったりしてたの分かりましたか？